大内義隆の奥下ぶりが半端ない。かつての愛人に滅亡させられたって本当？皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は大内義隆について紹介していこうと思います。戦国大名がみんな勇ましい感じだったとは限りません。強風の趣味に染まった戦国大名もそれなりに存在しました。今川義元などはその例ですが、彼の場合はちゃんと強かったので問題なし。しかし今回ご紹介する大内義隆はまさに奥下、そして箱入り息子。一時は室町幕府の中枢で権勢を誇った大内氏をあっという間に凋落させた張本人の人生、覗いてみませんか？こりゃダメだと思わされること間違いなしです。箱入り息子として大内義隆は永正4年1507年に周防山口県の戦国大名大内義興の嫡男として生まれました。彼に与えられた幼名喜道丸は歴代の当主が受け継いできた由緒ある名前であり、彼が正当な家督継承者であることの証となります。というのも大内家は代替わりの時にしょっちゅう争いを起こす家だったんですね。よくここまで滅びずに残ってきたものだと思いますが、父義興はそれをようやく学習した人物だったのか、義隆を早くから嫡子と定めることで後継者争いを防ごうとしたんです。しかし争いは起きませんでしたが、これが義隆を箱入り息子にしてしまったわけで、幼い義隆は乳母や女房に囲まれて育ち、争いとは無縁のぬるま湯ならぬ平穏な幼少時代を過ごします。でこの大内家、もともとは室町幕府とのつながりが深く、父義興は将軍の後見人にまでなった人物。また応仁の乱の後に荒れ果てた京から多くの公家がここに逃げてきており、公家文化はかなり身近だったんですよ。そのため義隆が公家文化に染まるのも時間の問題だったわけです。いや染まったとしても武将としてちゃんとしていれば問題なかったんですけれどね。若い頃は結構やり手だった。元服した義隆は父に従い戦場へと赴きます。当時中国地方を大内氏と二分していたライバル尼子氏との戦いや、秋広島県西部北九州への派兵などかなり積極的な勢力拡大戦略を展開しました。そして22歳の時に父が亡くなり家督を継ぎます。この頃が義隆にとっても最も野心に燃えた、ある意味いい時代だったんですよ。北九州を制した義隆は大陸との貿易も盛んに行い、日民貿易を独占します。輸入した経典をもとに独自版を出版していますし、城を築かずに館を築き、あくまで独自路線、そして強風のスタイルを貫きました。もう少し先になりますが、フランシスコ・ザビエルが来訪した際には義隆がキリスト教の布教許可を出しています。こういうところ意外と先進的ではありますよね。また尼子氏との戦いの中では、尼子方だった毛利元就を寝返らせて傘下に入れ、尼子氏との直接対決吉田郡山城の戦いにも勝利を収めます。この時活躍したのが後に義隆の足元を救うこととなる末高房、後の末春方です。この人の名前覚えておいてくださいね。義隆を支える家臣団が有能だったことも幸いし、大内氏の勢いは中国地方のどの戦国大名よりも盛んになっていきました。すると中国地方制覇も夢ではないという野望が義隆の胸に芽生えたわけです。大敗で息子を失い、やる気をなくす。天文11年1542年、宿敵尼子氏を叩きのめそうと義隆は出雲、島根県の合算戸田城への遠征を決定します。
この時武断派の強力な後押しがあったために義高はこれを強行したんですね。実は大内家内では武将たちを中心とした武断派と内政を担当していた文治派の対立が鮮明化していました。関ヶ原の戦いの時に加藤清正らの武断派と石田三成らの文治派が登場しますが、すでにこの時点で大内家内にはこの対立が存在していたわけで、ある意味大内氏がそれだけ進歩的であったということにもなります。しかし尼子方のゲリラ戦や味方と思っていた豪族の寝返りなどが相次ぎ、大内軍はまさかの大敗を喫してしまいました。そして後継ぎとして大事にしていた養子の春持ちを失ってしまったんです。しかもその死に方も悲惨で、船で逃げる途中に何とか乗り込もうとしてくる人々を蹴落とそうとした弾みで船が転覆、溺死というものだったんですよ。これでは悔やんでも悔やみきれない息子の死、国に戻った義高は気落ちしたきりでした。そして今までの野望などまるでなかったかのように戦への関心を失ってしまったんです。戦など知らん、奥義万歳、宴会三昧。合算戸田城での大敗以降、義高はひたすら公家文化に溺れていきました。主演や歌会、能楽に明け暮れ、戦などには全く見向きもしなくなってしまったんです。それはそれで文化面にはいい影響もあったんですよ。先に述べたように明との貿易もしましたし、ザビエルが来訪したことで南蛮の貴重な品々が流入し、公家たちの避難場所でもあったこの地は西の京と呼ばれるほど京風の文化が成熟したんです。ただこれは末高房らを筆頭とした武断派にとっては耐え難いことでもありました。何を言っても義高はまず文治派に相談し徴用したため、武断派と文治派の対立、そして武断派の義高への不信感が深まっていったんですよ。とは言っても義高は 100% 文治派の言うことを聞いていたわけではありません。義高に不信を抱いた武断派たちによる謀反の噂が流れると、文治派は討伐を義高に進言しますが、義高はこれを受け入れませんでした。まあはっきり言って決断力がなかっただけなんですよね。こういうところにもともと坊ちゃん育ちだった彼の弱点が現れていると思いますよ。もし後継者争いをして家督を勝ち取っていれば、もう少し果敢な判断ができたかもしれません。ただ後継者争いは時に家の弱体化を招くものであり、どちらが良かったとは一概には言えないものですが、義高の元愛人末高房、武断派筆頭末高房はすっかりやる気をなくした主に対して不満を募らせていました。もともと高房は義高の小姓であり、かつては美少年として有名だったんです。つまりは義高の愛人みたいな役目も果たしていたんですね。義高に彼がいかに気に入られていたかは、義高の鷹の一字をもらって元服したことからもわかります。しかし元服してしまえば前のように気安い関係ではなくなるもの。高房は武将として義高に忠誠を尽くし、数々の武功を挙げましたが、戦に興味をなくした義高にとっては、すでに高房は戦とうるさい存在になっていたんです。また文治派の代表相良武藤が義高に重用されるのも高房にとっては面白くありませんでした。義高の報道のために増税がなされ領民が苦しむのも、高房としては文治派が悪いと思っていたわけです。そして両者の対立は高房による武藤暗殺暴議にまで至り、それを悟った武藤は義高に高房謀反の気ありと密告するまでになり、義高を間に挟んだドロドロの勢力争いに発展していったのでした。末高房の謀反、タイネージの変。武断派と文治派のいざこざがこじれにこじれた結果、末高房はついに謀反を起こし反義高の兵を挙げます。これが天文20年1551年のタイネージの変です。しかし義高は
高房の兵が領地に侵攻してきてもなかなか動こうとはしませんでした。それどころか宴会や能に興じていたといいます。どこまでバカ殿になってしまったのか。そうこうしているうちに高房の軍が大内館に迫ってきてしまいました。そこでようやく義高は重い腰を上げたのです。しかしすでに遅すぎました。義高の放蕩ぶりは他の家臣たちの心も彼から離れさせていったのです。彼を助ける家臣は少なく、わずかな手勢だけが従うのみでした。深刻な状況であることを悟った義高は宴席を頼って脱出しようとしますが、ここで天が彼を見放します。檻からの暴風雨によって逃げることができなくなってしまったのでした。そして大寧寺、山口県長門市に逃げ込んだ義高を高房の軍勢が包囲します。ここでようやく覚悟を決めた義高は側近の解釈によって自刃して果てたのでした。享年45、周王に教文化を成熟させたという功績はあるものの、戦国大名としては実に残念な最後を遂げたのでした。彼の実子も殺害され、ここで31代の長きにわたって続いてきた名門大内氏は事実上の滅亡を迎えることとなったのです。なんだかもう残念としか言いようがありません。まとめ。1、後継者争いを避けるため箱入り息子として大事に育てられた。2、若い頃は割とよく頑張って遠征して領土を拡大した。3、調子に乗って遠征したら負けて息子も失った。4、やけになって放蕩三昧。5、遊んでいる間に家臣たちが分裂。6、元愛人に謀反を起こされ撃たれる。こうしてまとめてみるとなんだかなという感じです。それでも大内氏が相当の勢力を一時代に築いたことは間違いないんですけれどね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。